Wanna make it
眠れず迎えてこの夜明け枯れ果てた涙日は差し込む気づけば僕らが全てを振り返ってた日々忘れないよ想い出のかけらたちきっと輝く明日が僕らを待っている胸の奥に描いてたあの地図と色褪せないこの日々を抱きしめそっとこの手に触れてほしい強がることしかできない僕だよだけど君の優しさでこぼれてきた
吹き荒れて川は大地を巡る凍る土の中草花は春を待つ かじかむ手を口へ息を吹き当たる今いつか変わらない街明かり優しさに触れればいつしか雨となる細いあぜ道の先にある古い家こたつを囲んでた懐かしき家族たち寂しさそこ抜け降るみぞれ Hey, 優しさに触れればいつしか雨
例えば君が僕の記憶から消えても僕は君をまた愛してしまうでしょう。果てしなく続いてく愛の歌を君に送るよ。何一つ与えることもできず僕の夢が君を傷つけてゆく。そんなこと口にしだした瞬間君は僕にキスして泣いた。しさでいつでもそばにいてくれた。流れ星に祈る願いただ一つだけ、この夢の先にある君との幸せ。君の記憶から
君をずっと話はしないのさ。忘れるほどに僕の思いは君のもとへ続いてゆく。嬉しくて泣きそうさ。君をこんなに愛している。出会わなければ僕は空っぽの日々を過ごしてた。君に会って僕は愛という激しさと求め合い育てる素晴らしさ。
本当に知ったよ。もしも涙したら僕に拭わせてくれ、隠さずに全てを伝えてくれ、いつもそばにいるから。もしも二人が傷つけあっても、今日の誓いが永遠に答えとなる。抱き寄せて傷を忘れはしない、今流してる君の綺麗な涙、守ってく守ってく僕の迷った時は僕が道を照らすよ。夏の匂いが立ち込める汗道を走って帰っていた。あなたが待つ場所へ泥んこまみれ、すりむいてその膝の痛みも忘れていた。おかえり聞くまでは、わけもわからないけど、涙が溢れ出す。そんな僕遠い遠い
しい夜もあるよ。だけどもいつも最後によみがえるのはあのぬくもり。風吹く土手に一人たたずめば咲いた桜が微笑むように君を包んでゆく。その笑顔だけはずっと忘れずに瞳閉じればいつでもここに来れる。悲しみに囚われても辛く果てないよも君と出会えた奇跡を紡ぐ愛する場所がある。雨の日も風の日も君の胸の中にずっと見守ってる。しゃぐ夏の午後切な知る秋風人のぬくもり思い知る冬旅立ち告げる歩んでく道がなだらかであるよ。手を振って見送るこの街で祈る
日も風の日も君の胸の中に列車の窓から流れてく景色めぐるめぐる思い出を抱きしめる いつでもどんな時でも君を見守ってる雨の日も風の日も君の胸の中にびっくりしたんですよ昨日ね。もう本当にちょっとまあなっていうね、駅に迎えに行ったんですけど、なんかちょっとね待ち合わせ時間ちょっと遅れて迎えに行ったんですけども、行ったらねホーム出たすぐのところで職務質問くらってて盛岡駅ですよ、盛岡駅もう めっちゃギャグかと思いましたよ俺しかもね、改札のね、出る前にちょっと改札出ようか迷ってたんですよね。で、どっち北か南どっちから出たらいいのかなって、てっちゃんに LINE 送ってる時に、まあ怪しかったんでしょうね。なんかジロジロ見られて通り過ぎていって、その時は職質は受けなかったんですけど、まあ南改札出て、待ってる時にまた同じ人が来て、そう、ついに職質をされましたあ、どちらに行かれるんですか。あ、演奏しに行きます。何されてるんですか。あ、ピアノ弾いてます。おー、ピアニストってすごい驚かれてね。なんかその方はなんかピアニストに、まあ、職質したのは初めてみたいで、まあすごい興味津々で話されて、で今ちょっと待ち合わせしてるんでもうすぐ来ますって言ってる最中に、まあちょうど来てくれたんで、何事もなく、そう、職質ね、僕経験歴めちゃめちゃあるんですけど、ひどい時には本当に30分近く止められることあるんですよね。車の中からすべてダッシュボードとか、あと最悪なのは一番ボディですよね。身体検査じゃないけど全部調べますよね。タッチされてね、ひどいですよね。すごいあれでしょ、だってピアニストですかつって指見られたんでしょ。そう、じーっと見られてね。まああんまり指ばっかり見られることってあんまりないんですけど。でもね、その指の先にはなんかね、てっちゃんにちょっと お土産持ってきた紙袋
もその手の先にもあったんで、もうどっちを見てるのか今となったらは分からないですけど。だって都内とかさ、キーボードとかこうやって抱えて歩いてるとなんか殺し屋みたいだもんね。絶対なんかこう狙撃銃みたいな入ってんじゃねえかなみたいな。でも本当にもうそれも経験があって、あのピアニカってよく、まあ、軽いんで持ち歩いてたんですけどね。あの、まあ、どこでも吹けるんで、それをなんか、まあ、折りたたみ拳銃じゃないけど、まあ、中を見せさせられましたよね。なんか初めて見たみたいで、その方はね、まあ、黒いケースだったんで怪しいですよね。そんなに。これからもずっと多分つきまとうことでしょうね。どこ行っても多分必ずね、年には10回12回ぐらいは。でももうやっぱりさすがに慣れましたよ。さすがにもうその余裕な感じがまた余計になんか怪しいと思われちゃうんじゃないですかね。ちゃんと奥まで見てるんですかね。余裕だけどやっぱり警察官にね、何も悪いことしてないのに、なんかやっぱりドキドキするのは確かなんで。ね、そういうところを見透かされてるのかも。いやでもね、ずるいですよね、その風貌で。そんな優しい、アグレッシブな、素敵なピアノ弾けるってね。だから警察官の方に聞いてもらいたいですよね、ピアノ。そう、本当だよね。来てほしかったよね。ねまあ、大体ああいうのって顔とか人相とかでもね、やっぱり止められるんですけど、もう聞いてほしいですよね。こういう人もいるんですっていうのをね。じゃあ行きましょうかね。つなげてちょっと、まあちょっと電車にまつわる曲を、終電乗り過ごしてしまった時にやさぐれて作った曲です。ワンピース。ワン、ツー、ワン、ツー。もう一丁。無駄にはしゃぐ今日も、大したいいこともなかったのに、見慣れた景色して白けさせるあの皿を止めて、とりあえず喫煙所でタバコを燃やして、頭を冷やして、またどこかで飲もう。
を叩かれよきつく。どうやらこのベンチで寝てたらしい。改札抜けて探し出そう。一人飲みやすい店と自分を騙して死んで生きてくパズルのワンピース。時代を騙して死んで転がす心のワンピース。気に入るように毎日の音埋め尽くす。一つ一つ文字に込められた想いは少しずつ君の夢にかかる橋になってゆく。時には逃げ出したくなることもあるだろう。それでもまたこの場所で向き合ってるんだ。そんな君を大切な人が見守り続ける。一人じゃないことに気づかないふりはできない。進め時代の波を飛び越え。君の代わりは他に誰もいないさ。泣きながら笑いながら作る未来。そもそも何が間違いで何が正しいんだろう。わからないくせにわかろうと無理してんだ。神様は今日も君の胸の中で黙ったまま。イライラしちゃうのはまだ生き足りないってことだ。進め時代の波を飛び越え。君の代わりは他に誰もいないさ。泣きながら笑いながら歌いながら作る未来へ。
失礼ながら神様に背中を向けておりますけども、今日のテーマって勝手にね祈りだと思ってやってました。本当にそれはもう震災で亡くなった方だったり、まあコロナでね亡くなった方へも届けたいっていうのもありましたし、もうなんかこんな大変な状況もね、コロナも早く収束してほしいっていうこともだし、自分が好きな人たちがこれ以上ねなんか困らないでほしいとか、笑っていてほしいなとかね、もういろんなやっぱりこう悲しいことを起きないでほしいなとかね、いろんなもういっぱいいっぱいのですね祈り、祈りたいことがねいっぱいあったんで、まあ、今日はクリスマスコンサートですけども、自分の中ではサブタイトルはもう祈りだなと思って、やってきました。まあ最後の曲はぜひセンチュリーっていう曲をやって終わりたいなと思います。本当に震災でもう悲しくも天国に行ってしまった人がいっぱいいっぱいおります。そして大切な人を失って今でもまだね心の傷が癒えず、それでも踏ん張って生きてる仲間たちが沿岸にたくさんたくさんおります。まあ、きっとこの盛岡にもね越してきて暮らしてる人もたくさんいると思います。そしてふるさとをね離れたくないんだけども、いろんなね事情があってね、働くとこだったり住むとこだったりいろんな理由事情があって生まれ育ったふるさとを離れて踏ん張ってる仲間たちが全国にたくさんたくさんおります。そしてあんなに凄まじいことがあったのに、それでもふるさと残って瓦礫を抜けた沿岸に残って頑張ってる仲間たちがたくさんたくさんおります。そしてまあそんなみんなをね応援しよう励まそうと、もう日本中世界中のたくさんの人たちが温かい支援や心を寄せ続けてくれています。まあそんな今言ったみんなにですね届けたいと思って作った曲です。センチュリー。近づく太陽が
染めるのはこの街と言葉を超えた想い。あの日はずっと忘れない。月日が色を変えても、例えば地図を奪われても、きっと僕らが描き出す強さなど。ありがとうございました。アンコールありがとうございます。アンコールを、じゃあですね、アンコール1曲の予定だったんですけども、本編で歌ってない、あーってセットリストに入れ忘れてる、あーっていうのをですね、さっきそこで気づいてですね、あらと思って、ですので、それやります。
今回ですね、また2012年ですかねに公開になった映画幸せかもという、映画、この映画をですねまたこう見てすごく興味を持ってくださったっていう方も結構最近またおりましてですね、うん、なんでまあこの場所で歌うにふさわしいんじゃないかななんてね思って、まあ母へのバラードですけども、主題歌の雪柳を歌いたいと思います。何もなかったように朝が訪れて光浴びている真っ白な雪屋根につぼみ咲かせたのでしょう。変わらぬ景色に少し季節外れの雪のようにこの街の春を彩ったyou are the last
始まる未来の中にあなたの想いも刻む今日本当にありがとうございました。また来年もたくさん、ライブをやりたいです、やっぱり自分の居場所はステージだなって思うんで、そのステージもう居場所をね大事にするためにも、もっといい曲いっぱい書くぞ。最後に勝手に自分なりに翻訳をしてしまったんですが、今年2月3月とニューヨークに行って、ダコタハウス、ストロベリーフィールズね、もう本当にあのジョン・レノンに会ってきました。なんで、アンコール最後はこの曲をジョン・レノンさんに大変失礼ですが勝手に翻訳して歌います。そこよりクリスマス、どんな年だった、今年が終わり新たな始まり、そこよりクリスマス楽しもう、あいつはあの子も世代も超えて、できたねクリスマス、弱者にも強者にも金持ちにも貧乏にも、弱い街を貸すから、ほらハッピークリスマス、黒い肌にも赤白黄色の肌にも、もう争いなんてやめよう、 A very merry Christmas A happy new year、 恐れない世界祈ろうよ。
年だった今年の終わり新たな始まりそう今宵クリスマス楽しもういつもあの子も世代も超えてなで久し松本哲也でした。今日本当にありがとうございました。